じゃあ森ちゃん、早速ゲームプレイしていきましょう。はい。まずね、100円必要なので、100円を入れます。100円入れると、この画面になります、うん、ここでゲームを遊ぶか、カードを買うか選択できるんですけど、はい、今日はね、ゲームで遊びましょう。決定。続いて IC カードスキャン。これね、 IC カードを持っていればスキャンして使うことができます。もちろん持っていなくても遊ぶことができるので安心してください。スキャンします。ガンバライダーカード確認中だ。このガンバライダーカードと IC カードが一緒になっているものはフラットパネルの方にスキャンをします。続いて1人でバトルをするか2人で対戦するかを選びます、はい、2人で対戦はもう1台のマシンを使って近くにいる友達と対戦することができます。お兄ちゃんはね、1人でバトルなので、青いボタンと緑のボタンで選んで、はい、赤いボタンで決定だ。1人でバトルですね、はい、じゃあ決定。カードが出てきます。はい、出てきました。でカードが1枚出た後に続けてカードを買うか買わないか選ぶことができて、カードを買う場合はもう100円必要になります、はい、今日は買わずに行きましょう。はい、決定。そうするとモードが出てきます。決めろメモリアルフィニッシュ、右に行くとガンバライジングコロシアム。これはね、全国対戦ですね。おお、全国のこうガンバライジングユーザーとオンラインでバトルすることができます。すごいね。その他にももう一つモードがあって、はい、全国特訓モード、さらにもう一つ、はい、50周年アニバーサリーロードなどで、ね、いろんなモードで遊ぶことができます。うん、初めて遊ぶ人はですね、はい、せっかくなのでこの50周年アニバーサリーロードから挑戦してみてください。はい、森ちゃんもね、これでいきましょう。一気のおすすめって書いてあるね。はい、さあついにスキャン画面になりました、うん、早速ねカードをスキャンしていきましょう。はい、カードがない場合は赤いボタンを押す。この3枚をスキャンしていきたいと思います。もちろんね、あのカードいきなり3枚持ってないっていう人もいるので、1枚しかなくても大丈夫です、はい、その場合は他のね、2人の仮面ライダーが助けに来てくれます。じゃあまずは仮面ライダーリヴァイ、レックスゲノムから、はい、置きます。レジェンドカードスキャン。このカードによってこうやって変身演出が見れたりもするので、いろんなカードをね、集めてみると楽しいかなと思います。行くぞ。俺たちの力見せてやる。おお。君のチームを決めよう。さあこれで仮面ライダーリヴァイ、レックスゲノムが登場しました。この調子で他の2枚もサクッとスキャンしちゃいましょう。はい、じゃあ仮面ライダーバイス、デックスゲノム置きます。あと1枚カードをスキャンできるか、はい、じゃあ仮面ライダークロスセイバー、はい、引きます。カードが準備ができたら赤いボタンを押そう。さあモニちゃん、この3体の仮面ライダーで大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあ準備ができたらこのね、赤いボタンを押してください。はい、このチームでいいか。このチームで OK ですか。はい、負けないでしょう。続いておもちゃスキャン、はい、ね、おもちゃをスキャンすることができて、今回はね、バイスタンプを使いましょう、うん、バイスタンプの裏にある QR コード、この QR コードをここにスキャンしましょう。赤いボタンでスキップができるぞ。スキャン成功。よっしゃ。スキャンするおもちゃによってこう効果も違うので、うん、いろんなね、おもちゃをスキャンして遊んでみてください。バトルの準備ができたので、いよいよバトルスタート。はい、相手チームの登場だ。実験を始めようか。今回はね、仮面ライダービルドたちと戦っていきます。負けないぞ。早速ラウンド1、はい、バトルスタート。効果発動だ。いや、十分だな。まずはスロットバトルで、このカードを前に出すか光ってるボタンを押してスロット止めます。いけ。赤いアイコンを狙う。おお、こんな感じで2つ揃った。すごい激烈マークが2つ揃いました、うん、このね、アイコンが揃えば揃うほどアタックポイントのボーナスが上がります。おお、やった。で今 AP バトルで勝利したので、モニちゃんが攻撃になっています。すごい。いいね、アイコンが揃ってダブルアタックなので攻撃の威力も上がってます。やった。そして仮面ライダーリヴァイと仮面ライダーバイスに搭載されている新システム、リヴァイスチャージが発動しました。はい、これね、さらに追加で相手にダメージを与えることができます。すごい強いね。
このね、2人のコンビネーションっていう感じでめっちゃかっこいい。あー、すごい。ダブルライドキックが見れるんだね。おお、いいじゃん。さあ、そして攻撃が終わると必殺技のチャンス。これがね、さっき説明したテクニカルバトル。はい。これなるべく上で赤いボタンを押して止めます。集中。お、いいじゃん、パーフェクト。やるね、押し切ったぜ。さあ、テクニカルバトルに勝って必殺技を使えるので、どれか1枚カードを動かしましょう。じゃあ2枚。よし、まあ、必殺技 OK の横に書いてあった数字がコストになっています。あ、そうか。バイス、ちょっとこっちに来い。お、痛い。うわー、痛い。レックス、やっほー。てぃやー、うわー、俺の勝ち。ユッケー。こんな感じでね、ド派手な必殺技を見ることができます。すごい、ラウンド1でだいぶ減らしたね。もう半分以下で相手、さあ、ラウンド2、さっきとね、同じようにスロットバトル止めていきましょう。カードを動かすか、ボタンを押すか。あっ、そろわなかった。アイコンはそろわなかったけど、なんと激烈アイコンがさっき2つ出して今3つ出たので、これはね、めちゃめちゃ強い。お、やった、激烈ブレイクで AP が無限大になったからね。おー、すごいね。あー、オーロラに光ってる。さあ、激烈ブレイクチャンスが発動。光ったボタンをね、素早く押してください。3、2、1。あ、いい、いいね。おお、早押しですね。お、いいじゃん。早い。これが相手より早いとダメージがアップします。よっしゃ。そして森さん、左上のバーストゲージが溜まったので、はい、1枚裏返してバーストさせることができます。2枚をじゃあ裏返します。はい、君のバースト発動で、バースト発動。おお、俺たちの力見せてやる。レキレスアイコンが増えた。これがね、さっき言ったあのリヴァイはアタッカーなので、そのアタッカーのバーストの効果が発動しました。ここからバーストブレイク、カードをこすります。はい、こすれ、カード3枚ともガーッとゲージを溜める。いけいけ。おお、大成功。超パワー。これでね、必殺技の威力がさらにパワーアップしました。やるしかねえか。待ってました。さっきの表面と必殺技が変わります。やった、よっしゃ、湧いてきたぜ。レックス、スタンピングフィニッシュ。ほっかっ、いい感じに決まった。いいじゃん、いいじゃん。いいね。超大ダメージ。これで相手の体力をゼロにしたので、森田の勝ちです。よっしゃー。バンダイマニア、今日は今から始めよう、ガンバライジング基礎講座動画をお届けしました。よっしゃ。この動画をきっかけにガンバライジング始めてくれる人が増えたら、もう願ったりかなったり、めちゃめちゃ嬉しいです。いや、私がね、初めてこう実際にプレイした時も、え、これってどうやるんだろうみたいな気持ちとかになったこともあったから、やっぱこの動画をね、何回も見返して、あ、こうやってやればいいんだなっていうのを学習して、ぜひプレイに挑んでもらえればと思います。から一緒にガンバライジング盛り上げていきましょう。